日テレー後藤晴菜アナ、宮根屋で結婚性報告、終始笑顔で、幸せです日本テレビの後藤晴菜アナウンサー、31が日本テレビ系、情報ライブ宮根屋、月金用1.55に出演、サッカー元日本代表で j 市鹿島の MF3 佐尾岳氏と、25との結婚発表についてコメントした、番組内でフリーアナウンサーの宮根誠治、 58から結婚について振られると、後藤アナは共通の友人に紹介してもらいまして、3人で食事に行ったんですけどもその時に仲良くなりましたと出会った経緯について説明。婚姻届はまだこれから提出する予定ですとした。アスリートとの結婚は大変ではないかとの質問には、ただ非常に自分でそのあたり細かくいつも調整している人なので、 私がとやかくというよりは自分で頑張っていくところを私は見ていたいなと思いますと返答。終始笑顔で現状について幸せですと話した。食事面についてはかなり気をつけていて私自身も勉強しながらですけど一緒に学んでいるような感じですねと説明。宮根から将来海外のクラブチームとか行ってもらいたいですねと投げかけられると 後藤アナは万年の笑みを浮かべながら、恥ずかしくなってしまって、と話し、最後には、ひとまずは仕事を頑張りたいと思いますと語った。後藤アナは津田塾大卒業後、2013年に日本テレビ入社。現在は、バゲット、NNN ストレートニュース、情報ライブミヤネ屋のニュースコーナーなどを担当。今年9月まで、GINGSPYTSNEWS で7年半。 五輪やスポーツ取材を担当していた。